こんにちは、ひかりです。今回もね、ハードオフお買い物中実況です。この店舗はね、ハードオフオンリーなので、まあね、ポイントもね、ハードオフ分しかたまんないんだけど、まあ、ハードオフにね、だいたい全部揃ってるんで、おもちゃもね、ハードオフにある感じですね。まあ、オフハウスはないんだけど、でもハードオフでね、十分楽しめる店舗になっておりました。さあ見ていきましょう。ここはね、割とね、中古とジャンクがね、入り乱れてる系かな。まあジャンクコーナーっていうのはあるんだけど、それは機械類の話で、メディア関係はね、割とね、中古とジャンクがちゃんと同じ場所にあって、ここは中古で、下の段はジャンクみたいになってるんで、わかりやすいですね。で、こんな感じで、まあね、おなじみのね、欅坂とか日向坂とかね、まあ乃木坂とかのね、シングル CD とかは大量にね、ありますね、安くね。だから本当にいい曲はいい曲なんですよ。黒い羊とかめっちゃいい曲だからね。そういうね、曲を聴きたい人はね、本当お得ですよね。で、中古 CD はちゃんとね、こうなんか種類順に並んでたり、名前の順で並んでるんだけど、まあジャンクはね、入り混じってるって感じで。この店舗は独特でね、ジャンクのね、商品で値札が貼ってないものが結構あるんですよ。それはね、一律の、なんかね、この、今ね、左下に映ってるんだけど、また別で写すんだけど、一律のね、値段が表みたいになってて決まってるんですよね。だから、表のって言っちゃったけど、その表を見ながら、こう見て、覚えて買うといいんですよね。まあ、基本的にはね、こういうメディア系はね、100円なんですけどね。これ今左に映ってると思うんだけど、これね。後で正確に映してるんで、ぜひね、ご覧くださいって感じでね。この表に関しては多分店舗によって違ったりするんですよ、案外。なので、その店舗ごとにね、ルールがあるんでね。うん。いや、値札貼んないっていうね、やつもありだと思うんだよね。店舗によっては、ジャンクだろうと、めちゃめちゃね、厳重に値段貼ってるとこもあるし、広島からのなんかの店舗に行った時はね、めっちゃ厳重に貼ってありましたね。ジャンク100円でもね、普通にね、あのハードオフオリジナルの値札あるじゃん。あの上からセロテープ貼ったりしてるぐらい厳重なとこもありましたし、貼ってないとこもあるんですよね。で、アイドルの穴、これね、意外と面白いんですよ。有吉かなんかが司会やってたんだよね。まだそこまでバズる前の有吉。で、日テレジェニックをね、決める、なんか大会というか、まあ、大会兼バラエティ番組みたいな感じで面白いんですよ。ほんとね、気軽に見れます。あ、出た。乃木坂って、これ、どこの頃のやつだよね。まあ、乃木坂工事中とか、乃木坂ってどこの DVD は、まあ、うん、今はちょっと高いんだけど、いずれ安くなると思うんで、まあ、待つか、今見たいけど、どっちかだね。僕はね、テレビで見てるんで、まあ、待とうかなと思ってます。で、ほら、上は中古だったけど、下はジャンクで、これとかね、キングコング。これ100円なんですよね。だから110円か、今はね。そう、だからキングコングまあ500円なんだけどね、元がね。でも安いと思います。ここに表がありますね。LP レコード、マキシ CD、あと8センチ CD も50円なんだね。あ、マキシってどういう意味？シングル CD ってことでしょ？で、8センチシングルは、細長かったやつね、ケースがね。で、VHS もね、ありましたね。VHS って本当扱わない店舗とか意外とあるから、そう。だから、あるとこは僕好きですね、やっぱね。VHS は欲しいからね。まあ、いらない人は本当にいらないんだろうけどね。お、これって戦争と平和ってオードリー・ヘップバーンなのかな？絵的にはね。これ間違ってるかもしれない。知識はないんでね。ガラスの戦艦。海外ドラマとかもね、ジャンクとかで安かったりしますからね。僕も昔ね、すごいね、安い絵使って見たらすっげえ面白かったことありますからね。お、ウルトラマンダイナ。9巻だけか。まあね、こういうとこで集めていくっていうのも面白いかもしれないですね。なんか、お宝探しでパズルを埋めていくみたいなね。意外と楽しめますよ。僕もやってたことあるけど、案外揃わないんでね。やめちゃった。あ、でも一回揃ったな。LD のエヴァンゲリオンは、いろんな店舗でちょこちょこ買って集めましたね。まあね、1店舗でまとめてある時もあるんだけど、僕は2店舗で全部揃いました。ほぼね、揃える楽しみはなかったっていうか、すぐ揃っちゃったんだけど、1店舗で1枚だけ足りなかったんだよね。それを別の店舗で買ったっていうね。お、レトロゲーム。この辺は中古になるのかな？ジャンクかな？これはジャンクだね。ジャンク PSP がね、ポンって置いてありましてね。まあ、ゴールド。で、お、これ、オホーツクに9。オホーツクに9。このゲーム1000円で売ってるんだけど、なんだっけな、親父飯さんか、ともチャンネルさんのどっちかがね、めちゃめちゃ探してなんか買ってたんですよね。
それ見て知ってたんで、今回俺もね、そんな面白いんかなと思って買おうかなと思ったんだけど、この後ね、大量にね、バービー人形を見つけちゃって、最後の選別で買うのやめちゃったんですよね。手に持ってるんだけどね、しばらくは。そう、今回ね、この店舗ではね、ドール関係がめっちゃね、充実してたんで、大量買いしちゃって、エコバッグ持ってき忘れたから、初のハードオフでレジ袋買いましたよ。5円出して買いましたよ。もうそうしないとね、持って帰りようがない。車に積むまでができないし、積んでからまた家まで持って帰るのもね、まあ、あれかなと思って5円払って買いましたね。結構ここ安いと思うんだよな。多分。なんか俺が知ってる相場的に安い気がするんだよな、この店舗。マリカのこの箱付きのアドバンスが500円っていうのもさ、良心的な価格じゃない、割と。俺はそう思うけどね。このアドバンスのマリカなんて今でも全然楽しめますからね。まあ、今だとちょっとしょぼいなってやつもあるじゃん、正直。昔のゲームって。マリカのアドバンスは今でも全然楽しめますからね。お、ゲゲゲの鬼太郎ですね。はい。1000円。これもそんなにジャンクでは、そんなにっていうかジャンクでは磨けないかな。あ、バットマンが500円。これはね、ちょっとやりたいなと思ったんだけど、スーファミのね、実機が今ね、あるんだけど、出してやるのが大変だなと思ってね、手には持ってあれしたんだけど、バービーをね、見つけて、その後にね、ちょっと買うのやめちゃったんですよね。ちょっと買っとけよかったなって帰ってきたら思いました。特に、オホーツクにキューとバットマンはね。ごめん、ちょっと喉が。そしてこっちには、ジャンク DVD もありますね。これがね、音楽系の DVD ですね。お、これはキャンディーズ?丸ごとキャンディーズ。ね、これ嵐ね。今嵐はね、手元に嵐の CD、DVD があって、まあちょっと今はいらないなと思ったら、もうね、すぐ売った方がいいです。うん。今めっちゃ高く買ってくれます。ブックオフとか。逆にこういうももクロは安いですね。500円ですからね。これはね、安いやつなんだよ。男祭りってやつね。まああとね、エビ中とかも安いんで、おすすめですね。あ、これ、欲しいんだよな、これ。ポケモンの映画の、なんだっけ、最初のやつでしょ、君に決めたってやつだっけ。まだちょっと値段がまだね、下がってないんでね。最近のポケモンの映画ってやばいっすよね。なんかレベル急に上がりましたよね。ミュウツーの逆襲エボリューションとか、超上がるよね、俺ら世代は。まあ、新しく見ても面白いと思うけどね。で、ちゃんとジャンクゲームボーイっていうか、こういうジャンク箱もあってね。うん、あ、ゲームキューブのメモリがね、売ってますけど、ちょっと値段的にはまあ、100円であるとこはあるから、ね、あるとこっていうか、あるタイミングではあるんですよ。うん。普段は300円、500円でゲームキューブのメモリ売ってても、タイミングが良ければ100円で売ってたりします。うん。僕も100円の時に大体買ってましたね。ゲームキューブたらあんまやんないんだよね、僕はね。昔やってたんだけど、マリオパーティーはすごい。ツイキャスで実況したりしてましたよ、マリオパーティー。あれ面白いからね。ゲームキューブのゲームって今でも楽しめるレベルだからね。面白いんだけどね。これはあんま知らないな。ここはね、うん、充実してると思います、この辺も。これ、ジャンクになるのかな?中古は中古でね、あるんだけど、中古の数は少ないんだけど、ジャンクは多い。ほら、これ、右側のね、この億万長者ゲームは、300円の値段がついてるんだけど、こっちの左側は値段ついてないんですよ。つまり、左側の方は110円なんですよね。ちょっと安い。うん。値段がついてなければ100円だからね。まあ、税込み110円。110円って聞くと結構高く感じるよね。100円だって安いのにね。お、マリオとかもあるじゃん。太鼓の達人もあるし。Xbox360 か。やってみたいけどな。値段に関してはね、まあね、相場がよくわかんないからな。ゲームに関してはね。ゲームの相場って結構ね、大変なんだよね、調べんの。まあ、するぐらいとか見ちゃえばいいんだけどね。お、ゴジラ。これね、アマゾンでちょっと安く売ってるんだよね。確か。アマゾンだっけな、するぐらいだっけな、なんか安かった気がするんだよな、割と。そんな高くないんだよね。で、お、この辺メガドライブか。メガドライブはさすがにジャンクは今回、まああったか、あったな。箱なしであったか。ドラえもんのび太の恐竜ね。の DS。あれはね、欲しいです。あれ確かカードゲーム的なゲームだよね。カードゲームだよね、確か。
面白いんだよ。あれね、ゲームをまた漫画化したやつがあって、その漫画読んでめっちゃゲーム欲しくなるっていうね。あ、マザーだ。マザー最近誰がやってたっけな。有野課長がやってたんだっけな。有野課長がやってたんか。あとで誰かやってたっけな。なんか誰かやってたんだよ。有野課長がやってただけかな。有野課長がやってるの見て面白いと思ったんだっけな。ネーミングが面白いんだよね。って感じで今回はね、この店舗のハードオフお買い物中実況でした。またね、他にも動画撮ってるんで、ぜひご覧ください。コメントお待ちしております。ではまた、バイバイ。